大田製造は、日本の実業家、元東方生命保険会長、社長、幼名は新吉、第一徴兵保険社長、貴族院議員などを務めた大田製造の長男。現在の福岡県福岡市出身。先代製造の長男に生まれ、新吉を改め襲名す、福岡県立中学周遊館、旧制第五高等学校を経て、大正8年。 東大経済科を卒業。三井銀行勤務の後、大正10年金有業視察のため欧米に出張し、福岡銀行副頭取、第一徴兵の常務より、社長に進み急所を新日本生命社長に就任。昭和22年開祖の東方生命社長となる。この間、生保土地監査役、政保証券会長、日本共立火災、大倉火災会場。 千代高再会場各、取締役。生命保険集会省理事、生命保険協会理事会副会長、日本電化工業取締役、日本電化工業会長、日本交換監査役。松屋五福店、松屋留萌鉄道科学研究所各、取締役、中小企業女性銀行監査役を歴任。昭和30年王女法書を受け区。 東方生命社長の傍ら、大丸を福岡に誘致し、1953年に開業した博多大丸の初代社長に就任する。一方で、西鉄と RKB の取締役なども務めており、福岡市の経済発展に大きく貢献した。周遊館では、同期の小島善三郎や二年下級の中村、健一らとともに、絵画同好会、パレット会を結成し、 海外に熱中している。しかし、父親の反対で画家への道を断念、その思いを後に、浮世絵へと向けることになる。東大卒業後、三井銀行に入社し、大阪支店、東京本店に3年カン後に退社して、1922年から米英を1年間回って、金融界、保険業界を視察する。その時は、新婚早々の妻を伴っており、 第一次世界大戦後の円高もあって懐も暖かく何かと余裕のある楽しい旅行となった。そして、欧米における浮世絵の高い評価を実際に現地で認識し、代表的な美術館や博物館に陳列されていた質の高い作品を見て、自身も浮世絵本来の高い美術的価値に特進したのであった。以降、 浮世絵の愛着は深まるばかりで、戦争の時代へ突入し、険しい世相をよそに、完美な魅力を持った浮世絵コレクションを大きく、膨らませていった。1923年に、シカゴ美術館を訪ねた際に、浮世絵が日本の代表的絵画であると認識したが、江戸末期より、明治にかけ浮世絵が、欧米に膨大な数量流出していた実情を嘆き、昭和の初めより、 半世紀以上にわたり浮世絵の収集に努め、約1万2000点のコレクションを集大成した。日本屈指と噂されながらも製造はその全貌を家族にさえ秘密にしており、幻のコレクションとされた。大田の死去に伴い、遺族はその意志を受け、大田のコレクションの一般展示を行い、我が国の美術振興の一助とすることを決意し、 1980年浮世絵専門の美術館として原宿表参道に大田記念美術館を開館している ABCDEFGH 第21般人事更新録を160ページありがとうございます。